愛知県名古屋市出身。81プロデュース所属。宝塚歌劇団時代の愛称はハッシー。幼少期に憧れていた職業は幼稚園教諭だった。宝塚に入団するきっかけは、小学に3年生の頃、上春期に勧められて見ていた宝塚歌劇団のミュージカル作品、ベルサイユのバであり、その後も見ていて、ことぶきひずるのファンになったという。 南山中学校、高等学校卒業。1985年、宝塚音楽学校に入学。1987年、73期生として、宝塚歌劇団に入団。入団時の成績は21番。宝塚踊り参加、サマルカンドの赤いバラで、初舞台を踏む。後に雪組に配属。同期生には天見希、天海勇気 静木朝と、匠響、えまおゆうなどがいる。1997年、仮面のローマネスクを最後に、宝塚歌劇団を退団。宝塚退団後は、一応、声優の仕事をしてみたい、思い、その勉強を始めようかなと思っています。と語っており、退団後は、声優として活動している。 劇団アフリカ座に所属し、舞台に出演するだけでなく制作側にも携わるなど、幅広い活動を行っている。4歳年下の弟がいる。趣味、特技は乗馬、イラスト、スキューバダイビング、映画ドラマアニメ。ありがとうございます。